シュラクサ祭包囲戦は、第二次ポエニ戦争中の紀元前214年から紀元前212年にかけて発生した工場戦。シュラクサ祭は、シチリア東東岸の都市であるが、マグナグラエキアのギリシャ植民都市の中で、最も繁栄していた。第一次ポエニ戦争時にシュラクサ祭は、ローマと同盟を結んだが、それを解消して、カルタゴと同盟を結んだため、 ローマ軍に包囲され陥落した。ローマ軍はシチリア島全体を支配下に置いた上で主落祭に押し寄せた。包囲戦の間、町はアルキメデスが発明した兵器によって防衛されていた。アルキメデスは偉大な発明家であり、博学者であったが、陥落後にローマ軍司令官マルクス・クラウディウス・マルケルスの命令に反して殺害された。アルキメデスに 街の防衛を依頼するヒエロン2世。セバスティアーノ・リッチが1720年代第一次、ポエニ戦争においてローマはシチリア島全体を支配下に置き、紀元前241年にはローマ最初の海外領土となった。しかし、シュラクク祭のみはローマの同盟国として独立を保ち、ヒエロン2世の統治のもと繁栄を続けていた。紀元前215年に、 ヒエロン二世が死去すると、孫であるヒエロニムスが、王位につき、シュラクサイの支配階級の中に反ローマ的な感情が出始めた。ヒエロニムスは暗殺され、親カルタ語勢力も除去されたが、ローマの威嚇的姿勢のためにシュラクサイは、戦争に備えざるを得なくなった。外交的努力にもかかわらず、紀元前214年にローマとシュラクサイは開戦した。ローマは、 カルタゴとの戦いに暴殺されていたが、マルクス・クラウディウス・マルケルスが率いるローマ軍が、シチリアに上陸し、海陸からシュラクサ祭を包囲した。シチリア東岸のシュラクサ祭は、城壁都市でありその堅牢な防御で知られていた。また、シュラクサ祭の防衛担当者の中に、科学者、数学者であるアルキメデスがいた。シュラクサ祭は、第二次ペロポネソス戦争以来、 たびたび包囲戦の舞台となったが、紀元前402年から紀元前397年にかけて、ディオニュシオス一世によって強力な要塞に作り変えられた。西側にあたるエピポライ大地を全長2 7トルに及ぶ城壁で囲み、決まった間隔で14の塔が築かれた。6つの門が設けられたが、いずれも要塞化され、最も西にある。 エピポライモンは強力な防御力を持つエウリアロス城で守られていた。この城は何度も強化されているが、最後の階層はアルキメデスが指揮している。アルキメデスはまた攻撃兵器としてねじりバネを利用した投石機を開発しているが、8 0ラムの石を発射できた。アルキメデスはこれら投石機や大型土球を城壁上に効果的に配置した。 アルキメデスの鍵詰めで沈没させられるローマ艦。1600年頃の壁画の一部主落祭は堅牢に防御されていたために数ヶ月間ローマのあらゆる攻撃に耐えた。工場戦の困難さを実感し、ローマは新兵器を投入することとした。三分化と呼ばれる関西型の鍵縄付き工場等や城壁の上部に滑車で下ろせる関西型の梯ご等である。 シュラクサイの防衛を指揮するアルキメデス。トーマス・ラルフ・スペンスが1895年他方、アルキメデスも防衛用の新兵器を考案したとされる。壁越しに巨石を放り出して敵艦に落とす装置や、壁越しに腕を伸ばして波状土や工場用の小屋の上に丸太を落とす装置などが知られている。アルキメデスの鍵爪と呼ばれる兵器は、クレーン状の腕部の先に吊るされた。 金属製の鍵爪を持つ構造で、この鍵爪を近づいた敵艦に引っ掛けて、腕部を持ち上げることで敵艦を傾けて転覆させる、ものであった。また、巨大な鏡を並べて、ローマ艦の方を焼いたという伝説もある。これらの兵器に加えて、城壁に備え付けられた、投石機や肩土球での攻撃に苦戦し、結局は力攻めを余儀なくされた。鏡を用いて、 ローマ艦を燃やすアルキメデス戦闘は、膠着状態となった。ローマ軍は城内に突入することも、またシュラクサイに対する外部からの補給を完全に断つ、こともできなかった。他方、シュラクサイ側もローマ軍を撤退させることはできなかった。カルタゴもシュラクサイの救援を試みたが撃退された。再度の救援計画が立案されたが、イベリア半島での作戦を優先したために、 シュラクサ祭向けの兵士、官邸を用意できなかった。結局、シュラクサ祭は、独力で戦い続けるしかなかった。ローマの攻撃を撃退したシュラクサ祭は、地震過剰となった。紀元前212年、ローマは、シュラクサ祭の市民が、アルテミス人の祝祭に参加し、防御が手薄になるとの情報を得た。シュラクサ祭は二重の城壁で囲まれていたが、 少数のローマ兵が暗闇に紛れて、外郭の城壁をはしごを使って突破し、直ちに援軍を招き入れたため、外郭部はローマ軍の手に落ちた。しかし、内郭は依然として剣道であった。アルキメデスが殺害されたとされるのは、この時である。アルキメデスの死。エドワルド・ビモンが、1920年代マルケ・ルスは、巧妙な数学者であり、 防衛兵器の発明家であったアルキメデスを殺さないように命令していた。アルキメデスはこの時すでに78歳前後であったが、ローマ軍が侵入してきた後でも研究を続けていた。ローマ兵が家にやってきて、彼の研究を邪魔すると、アルキメデスはこれに対して強く抗議し、退去を求めた。この兵士はそれが誰だかを知らず、その場でアルキメデスを殺害した。 ローマは外閣を支配下に置いたものの、シュラックサイ主民は内閣に退避して抵抗を続けた。しかし、内閣の面積は小さく、ローマは外部からの補給を完全に遮断することができた。8ヶ月を経過した頃、城内では飢餓の苦しみが始まり、ローマとの講和が議論されるようになった。モエリスカスという名の指導者の一人がローマと内通し、アレトゥーサの泉近くに、 ローマ軍を招き入れ、陽動攻撃を行っている間に城門を開けた。親ローマ地区に衛兵を置き、マルケルスは、修楽祭の略奪を許した。長期の工場戦に苦戦していたローマ兵は市内を暴れ回り、多くの修楽祭市民を殺害し、また生き残った市民のほとんどを奴隷とした。修楽祭は、完全に略奪され、破壊された。修楽祭は再び、ローマの手に戻り、 シチリア島全体がローマの属州となった。主략祭を確保したことにより、カルタゴはシチリアでの足場を失い、そこからイタリアにいるハンニバルを支援することが不可能となった。このため、ローマはイタリアとイベリアにその戦力を集中することができるようになった。10年後にはシチリアを補給基地としてアフリカへの進攻作戦が実施されることになる。また、 後のギリシャへの進行拠点としても重要な位置を占めた。シュラクサ祭は再建され、5世紀に至るまでローマにとって、軍事面でも経済面でも重要な都市として存在した。プルターク、ラ i f e of Marcellus、l i ワン、四十九五十一、ト d i ンテ 21, 49, 51, 22, 37, X-C, 21アングリム、P309 アングリム、P311 アングリム、 p 3 1 1ビーズ、P144 ありがとうございます。